宮滝遺跡宮滝遺跡は奈良県吉野郡吉野町宮滝にある複合遺跡。国の史跡に指定されている、いくつかの異なった年代の遺構が存在し、吉野宮、吉野離宮の存在も推定される。1930年から断続的に発掘調査が行われた。縄文時代の後期番期と弥生時代の中期に吉野地方切手の大遺跡として、 注目に値する遺跡である。多くの掘った手柱建物の遺構と礎石を持つ建物遺構、さらに敷石や溝の遺構、土こから多数の土器が出土している。この遺跡は紀伊半島のほぼ中心点にある。東への国道を行くと伊勢湾へ、西への国道を行くと紀伊水道に達する。南への国道を下ると紀伊山地を越して熊野灘に達する。 宮滝から道を北方向に取ると、飛鳥や奈良に至る。1957年7月1日に遺跡の中心部が国の史跡に指定されている。宮滝遺跡出土縄文土器深町吉の歴史資料館展示。縄文時代の遺構は、注意断球上にあり、早期の土器がわずかながら見つかっており、また後期の土器で宮滝式土器と呼ばれる土器群も出土している。 その故障は、戦前の発掘成果によって、末永正雄が提唱したものである。この土器の分布のようになっているのが、宮田遺跡である。この土器の特色は、文様をつけるのに巻貝を多用していることである。巻貝の腹部を押し付けただけのものや押し付けたまま少し、回転させて文様をつける、洗浄は根文などがある。瓦家の表面につけた、王船も、棒状。 ヘラ状の道具を使用しているのではなく、やはり巻貝が使われている。この巻貝は、海産の辺辺辺りで、それが、宮滝系の土器に文様をつける道具として、使われているということは、産地と海との関係をたどる上で重要な資料である。宮滝系土器のように貝殻で文様をつけた土器は、貝は2枚以外であるが、他にも、縄文時代後期の土器で、南九州の一木式土器がある。 この土器は、殺難諸島にも、点々と及んでいる。弥生時代の遺構は、断球状に広範囲に広がっており、確認されている遺構は、10基の縦穴住居と一棟の。この遺構から、弥生前期の土器が少数と、弥生中期の土器が多数が出土している。前期や中期には、弥生時代の基本的な道具であるはずの魔性の、石包丁、つまり稲の収穫具が見つかっていない。 さらに、縄文時代に使われていた、打声石具はがなお、弥生寺中期にも、多数伴って出土している。この点だけから言えば、少し進歩したはずの弥生人の生活も前の時代の、縄文人の生活も、あまり差がなかったと推定できる。吉野宮正殿推定地詳細は、吉野宮を参照吉野宮の所在については、吉野郡吉野町宮滝の宮滝遺跡であることはほぼ、 確定している。アスカ、奈良時代の遺構は3期に分かれる。1期は、掘った手柱建物が、東西棟2軒立ち、1軒は2軒6軒以上で、北側に日差しがついている。他の1軒は、北建物の南東60メートルにあり、2軒島の規模。2期の遺構が、最も多く、1期より少し西寄りに集中している。掘った手柱建物が、 南北東が3軒、東西棟1軒、炸裂3条、石溝などがある。掘ったて穴から、奈良時代前半の末期、弾きの月類、関府港内から、奈良時代の軒丸瓦が出土している。3期は、2期の建物と重複している。祖先建物が1件分確認されている。吉野宮との関係では、1期が、天武、地東町のもの、2期は、 正午朝前後のもの、三期は、正体元年の歌情報の行行に関連するという、ありがとうございます。